はい、皆様どうもこんにちは。ここはですね、前回の、マイクラの動画で作りましたちっちゃな駅ですけれども、本日はですね、こちらの、路線をですね、延伸させます。でですね、さっきですね、結構ここら辺はうろついたんですよ。うろうろしていたら向こう側の方にですね、森に囲まれた村を発見したんですね。この村と同じような村が向こうの方にもまたあったので、本日はですね、そちらの村にこの線路をですね、こちらのですね、今下にありますこの線路をそのさっき見つけた村に伸ばしていこうということでございます。結構ですね、距離がありましたので、今日一日で多分伸ばすのは難しいと思いますので、何回かに分けていこうと思います。それではやっていきましょう。でですね、皆様お聞きください。さっきですね、村を探している、村というかまあここら辺をですね、散策している時にですね、事件が起きまして迷ってしまったんですね。迷ってしまって帰れなくなって、どうしたかというとですね、ゲームモードはサバイバルにして落下死をさせてリスポーンして、なんとかここに戻ってきたんですね。いや、大変でしたよ。で、今回のですね、反省ということでですね、座標というものをですね、生じさせたいと思います。座標っていうのは今自分がいる場所の数字ですね。それがあると、迷うことは防ぐことができます。それでやっていきましょう。スラッシュを押してこれですね、コマンドの因数が正しくありません。このコマンドはですね、インターネットから引っ張ってきたものですが、コピペをしてですね、正しくありませんと出てきてしまいました。ちょっとバージョンが違うのかもしれません。まあ、これでやってみますか。なんともならないですね。ちょっとわかんないんで、まあ、座標は諦めますか。まあ、とりあえずやっていきましょう。また今度、動画を撮っていない時に、ちょっと座標はですね、リベンジしたいと思います。すいません。じゃあレールを引いていきます。さっきですね、落下死した時に全部ここの何と言いますか、持ち物がなくなってしまいましたので、再びこうやって出す必要があります。これと加速レール、パワードレールというのは正しいらしいですけど、パワードレールとレールと、あとパワードレールをですね、ちゃんと機能させるためにはレッドストーントーチというものが必要なんですね。これですね、レッドストーントーチを用意。 OKで、そうしましたら、ここから置いていくわけですね。で、これ間違えました。右クリックか左クリックかで掘るか置くか違うんですが、ちょっとですね、それが慣れてなくて逆にしてしまう場合があります。本当にこれ慣れるまでは大変ですね。はい、こうですね、右クリックで置くということだそうです。じゃあやっていきましょう。まあここからはパワードレールでいいですね。こういう風に置いてまいります。永遠とこう置いていくわけです。これは地道で大変な作業ですよ。絶対この動画だけじゃ終わんないですね。でもこのまま前に進んでいくと村に直撃してしまいますね。どうしますか。カーブさせましょうか。まあ、とりあえずもうちょい進んで、ここでカーブしましょう。で、カーブする際はですね、パワードレールは、カーブできないので、普通のレールをこうやって置きます。で、その後に、はい、ここにですね、パワードレールを置くと、そうなるとこういう風に曲がるわけです。いや、でもここでも曲げたいので、こっちは普通のレールにしましょうか。すいませんね。こうして、で、ここにパワードレールを置くことにしましょう。こうですね、こう置いていきます。もうこれもうすごいですね。こんな村の真ん中にレールは、ちょっとこれ変ですよね。ちょっとこれおかしいので、すいません、ここのレールはちょっと全部壊していきます。で、どうするかというとですね、このトンネルを掘ってですね、村の部分はトンネルの中にレールを通したいと思います。これローカル線なのに、ローカル線でトンネルってなかなかすごい話ですよ。よし、これで全部レールが取れました。じゃあ今からトンネルを作っていく作業に移っていきたいと思います。ここから掘っていきます。よろしくお願いします。大変だ、本当にね、私トンネル掘るの嫌いなんですよね。めんどくさいので。まあ、でも仕方ありません。トンネルがないと鉄道はできませんからね。で、こうやって掘っていくとですね、外の光がなくなって暗くなるので、松明を置いていきましょう。これですね、この松明を持ち物に用意しましてですね、やっていきます。はい、こういう感じでですね、松明を置いていくわけです。こういう風にすることで、ちゃんとトンネル内を明るくすることができるというわけです。結構ですね、変な音がしますね。これ何でしょうか。動物の鳴き声のように感じますけれども、何なんでしょうか。ちょっと静かにしていただきたいですね。それでは地道にこのトンネルをですね、掘っていこうと思います。で、これで暗くなったら松明を置くと、この繰り返しです。おあれ、これね、右クリックと左クリックをね、しょっちゅう間違えるんですね。あれ、どうなってんだこれは。あれ、あ、こうですね。ちょ、本当にごめんなさいね。私もう
パソコン版は初心者なんで、置くのは右クリックで、掘るのが左クリックですね。さっきまでは石でしたが、なんかこの辺りから土に変わりました、ブロックが。あ、でも半分石という状態になりましたね。で、完全にまた石になりました。おっと、なんかスケルトンのガタガタって音がするぞ。でもクリエイティブですので、そこは気にしなくて大丈夫です。なんか確か敵というか、まあ、モンスターを発生させない、設定があったと思うんですけれども、その設定方法ちょっと忘れちゃいましたんでやってません。今度ですね、時間があったらやろうと思いますけれどね。もうこれどこを掘り続けてるのか分かんないな。でも前見つけた村ってもっともっと奥だったんで、あ、でももう村を抜け出したらもう地上になってもいいけどな。どうだろう、そろそろ村を抜け出したかな。でもね、大体こういうトンネル作業ってね、抜け出すことはないんですよね。もうそろそろ抜け出したかなとか思って上を掘っても全然まだだったとか、そういうことがありますので、もう少し掘ってみましょうか。あれ、もう少し掘ってみましょうかと思ったんですが、自動的に外に出されましたね。あれ、こんな浅かったかと。まあ、いや、ここから、せっかく外が見えたわけだし、ここから地上にしようと思います。こういう風に階段を作ってやっていきましょう。ここはどこかな、ちょっと暗いので松明つけていきましょうか。こういう感じにね。おっと、クリーパーがいるぞ。何なのかよくわかんないですけどね、私クリーパーを見ると鳥肌が立つというですね、癖があるんですよね。なんだかよくわかんないですけれども、まあ、ちょっとモンスターって気持ち悪いのでね、鳥肌を立つというのもね、ちょっと分かってくれる人もいるんじゃないかなと思います。こういう感じに、まあ、まんべんなく松明を置いていきます。松明を置いていくとやっぱりおしゃれになっていくんでね、私は好きですね、これ。はい、で今どこなのかということをですね、今から確認しようと思います。上を見ても、いや、ちょっと暗くて見えませんけれども、あ、見えましたね。向こうの方に村があります。わかりますかね、なんか光っている、これが村です。完全にトンネルによって村は抜け出したようです。よし、ここから地上にしようということになっております。ではとりあえずはここまで線路を引いていきましょうかね。線路をパワードレールでいいかな、パワードレールを置いていこうと思います。こういう感じでね、さっき掘ったトンネルに敷いていくわけです。こういう感じにザーッと置けるのがやっぱ楽しいですね。でそれでこのパワードレール、普通にこうやって置くだけじゃ機能しないですね。レッドストーン松明というんだっけな、それを置かないとダメなんですよね。後でレッドストーン松明を置いて機能させようと思います。いや、それにしても、いや、結構掘りましたね。こんなに掘ったっけな、こんな掘った記憶が正直ないんですけれども、掘ったようです。よし、トンネルの外にそろそろ出るかな。出ましたね。はい、これで線路がつながったということです。おっと、雲がいる。まあでもこれは無視しましょう、クリエイティブなのでね。レッドストーン松明でも置いていきましょうか。レッドストーン松明、レッドストーンのトーチか、間違えましたね。レッドストーンのトーチという名前だったようです。と、本当にもう右クリックと左クリック間違えるな、いい加減覚えないとね、見ている方々もイライラすると思いますけれども、申し訳ございません。はい、こういう感じでですね、置いていきます。こうすると、レールがですね、赤く光りますよね。こう赤く光るとレールが機能して、トロッコが自動的に動くようになるわけです。どんどんトンネル内にも置いていきたいと思います。ここに置いても反応するようですね。ほら、なんでかはよくわかんないですけど、ここでもいいようです。じゃあここに置いていこうかな、めんどくさいので。よし、いいですね。マインクラフトっぽいですね、このトンネルも。1ブロックかける2ブロックでちょっと圧迫感がありますけど、ちょっとそこはお許しください。よし、これで全部レッドストーン装置置き終わりました。ではでは、ここから先も新線路をですね、先ほど見つけた村に向かって敷いていこうと思います。ちょっとあまりにも暗くて作業がですね、はかどらないんで、あ、でもちょっと夜が明けてきたかな。今ね、暗くなってあまりにも暗かったから、ベッドで寝て朝にしようと思ったんですけれども、ちょうどちょっと朝になってきたみたいです。今早朝というところかな。今もう早朝近いので、早朝近いというか早朝なので、もう十分明るくなってきましたので、寝ずにこのまま作業していきたいと思います。で、この先に木があるな、この木を切っていきましょう。木を切るっていうんですか、刈るっていうのかな、そこら辺のことはよくわかりません。これ厄介なんですけど、このね、生まれたところが森だったんで、この先もやっぱり森になるんですね。なので木とかがいっぱいありまして、いちいち木を刈ってんのはめんどくさいですね。じゃあいちいち木を切るのはめんどくさいので、木を避けていきましょうか。となるとどうするかというと、この川の上を、この川の上とかいう、この川の横をですね、線路を作っていくしかありませんね。じゃあそうしていきましょうか。じゃあまずこの線路を
川の方面に行かせるということになります。でこれ非常にめんどくさいんですけど、カーブをするときはこのねパワードレールがカーブできないんですね。なのでレールを置かなければいけません。この先でレールを置いて、とりあえずカーブをしないところはパワードレールにします。はい、こうですね。でこの先川の方面こっちなので、ここでですねカーブをしたいと思います。で先ほども言ったようにカーブではこちらのパワードレールではなく普通のレールを置き、その先ここをこうやってやるとですね、このレールが曲がるんですね。パワードレールだとこういう風に曲がったりはしません。こういう風に地道にですね線路を置いていきます。ここでもまたカーブしましょうか。はい、これはなんか田舎の絶景路線みたいになりそうですね。川の横を走りますからね、人気が出そうな路線です。いっぱい人来てくれるといいですね。来るわけないんですけどね。はい、ここでですねようやく川に出ました。これどうしましょうか。リアス海岸みたいにギッザギザになってますけど、ここから橋を作るか、陸の上にギザギザに線路を作っていくか、どっちかにしようと思ってるんですけど、やっぱりここは橋を作りましょうかね。じゃあここからは川の上に橋をかけていく作業に移っていきたいと思います。ここからですねちょっとした橋みたいなのを作っていきます。でどのブロックがいいかという話なんですけど、何がいいかなと思うんですけどね、ちょっと海っぽい川っぽい感じのやつがいいですよね。だからガラスとかそういう系がいいんじゃないかなと思います。シーランタンとかどうですかね。シーこれですね。これはどうでしょうか。いやでも良くないですね。なんか合わない気がしますね。これは川に、シーランタンというくらいですから海に合う感じですね。なのでやっぱりシンプルなのがいいので鉄ブロックにしましょうか。鉄ブロックで簡単に橋みたいなものを作っていこうと思います。こういう感じね、本当に簡単な橋ですね。これはすごい、なかなか海じゃないですね、川の上を走る鉄道ないですからね。これは面白いですね、マインクラフトならではの路線。ちょっとだんだん作業にですね私慣れてきましたよ。向こう側からこうやって置いた方がいいですね。こういう風にやった方が早い。ちょっと若干ここら辺グネグネしようと思います。だからずっと直線なのも飽きてきましたので、ちょこちょこ曲がっていく橋にしたいと思います。こういうことができるのはマインクラフトのいいところですね。本当の普通の鉄道路線、現実の鉄道路線だとこんなこと絶対できないですからね。これはお魚さんたちかわいそうですね。こんな海じゃないですね、川の上にこんな鉄のブロックなんか置かれちゃってたまったもんじゃないですよ。これはお魚さんたちにとっては、お魚さんがいました。かわいそうに、かわいそうとか言っておきながらブロックを置いていきます。滑るんですよね。なんかこの滑るのなんかどうにかなんないですかね。これ滑んなかったらもっと作業が早く進むんですけど、こういう風にいいところで止まってくれないんですよね。これパソコン版だとこうなのかな。はい、ということでですね、ここまでとりあえず橋をですねかけました。じゃあここからパワードレール、それからレールをですね置いていきたいと思います。はい、こういう感じですね。そうか、トーチはどうやって置こうか。まあ橋の横にブロックを新たに置いてトーチを置けばいいか。いやー実に大変ですねこれ。何回も言いますけど、これ現実だったらねもっと大変ですからね。楽なもんですよ、こんなボーっと置いていけばいいだけなんで。こういう風に、あれはなんだ、あれはイカかイカスミが欲しいですね。黒いイカスミが本当にあれ美味しいんでね。でここでですねカーブするので普通のレールを置いていきますと。はい、こんな感じです。そろそろ完成ですね。はい、つながりました線路が。じゃあここからは先ほどやりましたけど、このパワードレールを機能させるためにレッドストーントーチをですね置いていきたいと思います。で先ほどのトンネル出口のところから置いていきたいと思います。はい、こういう感じにですね置いていきます。やばい、暗くなってきたな。今回はトンネル作業じゃなくて地上の作業なので、さすがに寝たいと思います。そろそろもうここら辺で寝ましょうか。これはいいですよ、
川の横で寝れるなんて本当に幸せですね。本当にやってみたいものです。まあ、やれないことはないと思いますけど、ベッドと、あれベッドじゃ出てこないのか、出てきましたね。やっぱり赤いベッドですね。赤いベッドがシンプルな色ですけれども、やっぱりシンプルな色が一番いいですね。ベッドを置きまして、おやすみなさい。良い夢見てねは出てこないのかな。今回は出てこなかったみたいですね。良い夢見てねは前回寝た時は良い夢見てねという表示が出てきたんですが、今回は出てこなかったみたいです。じゃあ作業ですね、進めていきたいと思います。ここにもですね、レッドストーントーチを置いていくと、こういう感じに新たにブロックを横に置いて、こうですね。これレッドストーントーチが非常にめんどくさい。これ普通にトーチなしでいけたらいいのになとか思っちゃうんですけどね。まあでもそれはそれでつまんないか。もしかしたらこれわざわざ置かなくても、これ横でもいけるんじゃないですかね。いけないか、これ、そうかそうか、水の中だから置けないのかな。そうですね、こういう感じ、こういうことになっちゃうんで置けないですね。はい、無理なので仕方ない。新たにブロックを横に設置してレッドストーントーチを置いていくしかありません。こうですね。これテレポートしてやった方が楽かもしれません。いやー、これ森厄介だな。本当に本当はこんな森なんかに生まれたくなかったんですけれども、生まれてしまったものは生まれてしまったんで仕方がありません。これ見る限りですね、森しかなさそうなんですけど、このワールド本当にこれ野原とかあるんですかね。ちょっと教えてください、これ不安なので。なんか機能しないなと思ったらこんなことになってましたね。ちゃんとこれ真横に置かないと機能しませんね。今んところ大丈夫なんですけど、マインクラフトってね、やってると酔うんですよね。マイクラってね、これなんでかわかんないですけど 3D だからかな、酔ってしまうので、酔わない方法を知っている方を教えていただければ幸いです。はい、ということでですね、レッドストーントーチを置き終わりました。かっこいいですね。でここから先も、村に向けて、あっち方向ですけれども、村に向けて、線路をですね、伸ばしていきたいと思います。いきます。とりあえず橋はここまでとして、ここから先はトンネルでもいいけどな。ここから先はあまりにも険しいのでトンネルにしようと思います。陸上にですね、線路を引いていたらこれは超大変なんで。ちなみに村までどれくらいの距離なのかちょっと見てみたんですけれども、これ迷ったらやだな。迷わないよな。ありましたね、これですね。これですけど、かなり遠かったですね。まだまだです。まだ道のりは長い。村人さんもちゃんといますね。最初に見つけた村よりかは、村よりかは大きい小さいというよりも同じくらいの大きさですね、村のサイズ的に。これはなんだ、これはなんだ、これはネザーゲートがぶっ壊されているぞ。チェストの中ちょっと見てみましょうか。あら、ぶっ壊してしまった。金のリンゴとか入ってます。何ですかこれは。金のリンゴとかすごいレアなアイテムが入ってました。これすごいものを見てしまった気がする。最初私が見つけた森の村にはですね、何もなかったんですけれども、ここの村にはこんなもんがありました。すごい村ですね。よし、じゃあさっきの作業していたところに戻っていきましょう。これ戻れるかが心配ですね。最悪戻れなかったら、最初の方にも言いましたけれども、サバイバルモードにして落下死してリスポーンしてからやり直すしかないですけどね。多分あっちの方向で合っていると思いますね。こっちの方向でね、結構距離ありますね。これをトンネルとかで掘っていくのは結構大変だぞ。ありましたね。あれ、なんか行きより帰りの方がなんか距離が短くなった気がするな。やっぱりそういうもんですよね。旅行とかって、まあ、電車に乗っててもそうですけど、行きよりも帰りの方が所要時間はなんか短く感じるんですよね。意外に近かったですね、帰りの感覚としては。よし、ここからはトンネル掘っていきたいと思います。行きます。ここからトンネルですね。ちょっとここ水が流れているので線路を置けるようにするためにこうしておきましょう。はい、掘っていきます。でいちいち松明を置くと、置かないと暗くて全然見えませんからね。やっぱりここのトンネルでもまたなんか動物の鳴き声とかがしますけどね。どこのトンネルでもこういう音するな。やっぱり山の中だから仕方ないのかな。これキリがないのでもうあと5分掘り続けたら終わりにしたいと思います。ずっとこんな掘る作業を見ていても視聴者の皆さん飽きてしまうと思いますからね。次回のマインクラフトの回であのすごい村にたどり着けたらいいなと思います。おっと、トンネルから出てきてしまった。ここはさっきの橋方式を使うしかないですね。この鉄で橋を作っていくと。はい、これでいいですね。でさらに進んでトンネル掘っていきましょう。
でこれ掘り続けるのも飽きてきたんで、じゃあ折り返しとして、まあ、ここまでの折り返しでパワードレールを置いていきたいと思います。パワードレールを置いていきます。はい、ということでですね、つながりました。じゃあここからまた再びレッドストーントーチを置いていきたいと思います。トンネル内にももちろん置いていきます。さっきと同じです。結構作業慣れてきまして、早くなってきたと思います。はい、ここちょっと怖いですよね。これは電車で撮ってるとき、ここはもう恐怖を感じますね。乗客の皆さん、ご注意ください。はい、ということでですね、レッドストーントーチとそれから、レールをですね、置きました。ということでですね、ここで動画を終わりにしたいと思います。で次の回では、まあ早くて先ほど見つけたというか、先ほど移した村に線路をですね伸ばせたらいいなと思っているところです。じゃあ今日のところはここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。